緊急災害時とかですね、どうしても火が必要な時は、こういうふうに落ちてるか拾ってきて、こういうふうに組み上げて、火、まあ枯れてる草とかこういうふうに干しておいてですね、まあ町などで行って、すごくよく燃えて、それをまあこの間から、まあ、中に入れるみたいな、火をつけると、であとはまあうちわで仰ぐという形です。まあ、火を着火させて、まあ、先ほどの藁みたいなものをですね、で、これこういうふうにうちわで仰いで、他の、木にも、火をつけると、まあ、桜の落ちてるその枝とかも拾って今燃やしてるんですが、匂いとか煙とか結構すごいんで、まあ、春と秋や夏ぐらいしか、まあ、なかなか使用用途がないです。で、まあシシャモを今は焼こうとしてるんですけども、結構風でずっと仰いでいなかったら、まあなかなか焼けないということですね。